本日3本目。これなんでここが白くなってる、あ、これか。本日3本目いきます。3本目ってね、これオークション3日連続やりますよ。3日連続やったらほとんど結構在庫切れるかな。まだ切れないよ多分、うん、まだ全然切れないやろ、ね、え、ここにいるだけでも まだ2、3日やらないと切れないよ。ね、はい、1、2、3そうか、ミスった。1、2、3、4、あれ、1、2、3、4、あれ、反応が悪い。1、2、3、4、リモートコントロールの反応が悪い。これは、あ、忘れとった、電池がないんや。そうじゃそうじゃ、じゃじゃん。わ、ということは一回切らないかもしれない。取ったのに。ああ、後ろの壁にロックオンしてしまった。違うやろ。動きが早いから、ロックオンが外れるんだね。ということで。はい、ありがとうございました。2番目ちょっと欠損があるんだけど、よく開く子です。うわー、よく開くね。今度左行こう。取れたかな、取れたかな、よいしょ、はい、あ、いいの取れたかな、はい、はい、3番目スチールの子です。カッパ、1番目オペックホワイト、
レッドホワイト。
手の白。白をペアリングしてもいいの。この子も99万8000円来てとか言ってね。春になったからせ、いっぱいペアリングしてみようか。1個くらいやったら、2、3個産卵するかも分からんから。どうなんだろう。白。これで産卵させてみようと思います。代打で9番スチールブルク。スチールブルクはいいんだけど、これどう思うんだよな。よいしもう一つお願い。スチールブルーでいいのかシルバーでいいのかご教授ください。なんでこんなこと言ってるかって言ったらね、あんまり色にこだわらなくてもいいっていうことを言いたいんですよ。だからどっかで適当につけてる名前も結構あるんで、まあだからご自分が気に入ったやつをね、だからこんなもんつけたもん勝ちだもん。コバルトブルーシンフォニーってね。
ね、綺麗だけど、あの別にイチャもつけないですよ。本当に綺麗だからいいんだけど。オーバーハーフムーンですよ、9番目。この子まだちっちゃいんですよ、 4.5 センチぐらい。じゃあ今日ここに網かけるとしたら、あのお星様キラキラかけるとしたら9番目か。はい、ということで9番目。はい、10番目。ここはこれあの餌のあれで 赤身が出てきたね。オペコホワイトの子だったんですけど、だからやっぱり白い子にはヒョウリンの餌もまずいな。まあ綺麗なんだけどね、そんなアバターっていうような感じではないんですけど、オペックのまま置きたかったらやっぱりあれかな、なんか別の餌考えよう。ということで、僕が10匹取ったんで、大宮くんが取れるだけ、取れるだけ今晩は出します。だからこれは日曜日の夜終了。で、月曜日がお休みなんで、火曜日以降の発送になるお魚ですよね。ということで、よろしくお願いをいたします。ただいま。ブリーディング中です。あ、泡止めとこうか。まだ置いとってもいいかな。反対に出てくる。泡を壁向けに。うわ、これなんで暗くなったやん。なんで暗いの。暗く、画面が暗くなった。バッテリーがないんだね、多分。ということで、今日も一日よろしくお願いします。
構えよ、これぐらいやけど。
いらっしゃいませ。おかえり。
チャンネル登録よろしくお願いします。